きましたよということで、無事に乗ってやってきましたね。関鉄西舞鶴駅ね。今日のね、いつも忘れてしまいますけど、あくまでも今回もここがメインの企画ですからね。ターミナル、いやー、やったね、やらかしたね。しかしこれ、とりあえずこんな感じで、さあ電車も止まってます。まだね、朝の、ね、休日の朝の、ね、駅なんで、そこまで騒がしくもなってないですね。さあ、この時間は券売も開いてないですね。いつ、何時から開いてんだ。あ、本当だ、乗り継ぎ消費者コピーだろうな。あー、なるほど、乗り客かな。あ、書いてある、7時50分くらいってなってるから、まだ7時50分か、早きすぎなんか、ね、前は福知山から大井の方行ったから、全然ね、深いよりはどこから、ここから濃い感じだったな。あの、ここをやって走るとかもう走っとるんですね。なるほどな。で、最初はね、お仕上げで。ありがとうございます。すいません。なるほどな。盲点でしたね。そうか、朝一過ぎてまだ西舞鶴でこれが買えなかったのか。でも無理やり弾丸旅行の時に朝一にここに来て買ってやろうっていうようなね、ちょっと考えてたんですけどね、危なかったな。すっかり盲点でしたね。そっか、朝早すぎるとそういうオチがあるんだな。あー、まあそれそうですよね。そうか、朝の一番で、ね、買っていくぞっていう人 も、いないって、ね、そんな いないよっていう状況でね、まさかあの網の駅からね、使ってこようなんていう、やっぱもうさ、いなかったか、そういうことか。やらかしたな、これは。やったかな、西舞鶴駅ね、駅のトイレもあるし、帰っていこうかな。海産物とかね、いろいろと有名みたいですからね。あとはあれか、肉じゃがっすよね。やっぱ舞鶴っていうと肉じゃがのイメージがあるけど、まあせっかくですし時間もあるんで、ちょっとゆっくり見ていこうかなと思います。今の列車が折り返し網野なんで、どうせやったらどうしようかな。次来る特急にもよりますけど、ちょっと特急で一応、こんな感じなんだね。あ、そう、これさっきパーキングエリアで見てたんだけど、岩垣とか鳥貝とかね、あ、いいな、大阪が好きなんですよね。あんまり海区はないですからね、私。問題はね、一つ難点はございまして、ね、この切符ね、あの横にでかいもんで、持ち運びがね、あの青春18切符だとちょうどね、あのスマホのケースに入るんですけど、こいつね入らないんですよね。どうやってらしいでしょうか。とりあえずこれしまってみるかな。あ、俺も開けそうだな。しまいだ。で、セーリング線は上なんだ。表情駅舎なんですね。どんな感じ。湯があるんだ。で、前に舞鶴来た。そうだ、東舞鶴行ったんだ。西舞鶴、俺は降りてねえんだ。裏代表は西舞鶴。
でもう一泊してこの辺り観光しとったらしいんで、これでそうかこの辺りとかいろいろあるよとは言ってましたね。なるほど、確かにこっちの方がいっぱいあるな。うん、なるほどな、こんな感じなんですね。さあ見てますけど、ああそうか、豊岡まで行くやつ限定してるからダメなんか。でもないのか。さっきの折り返しが7時46分にね、折り返していくんですけど、もうその次はこの丹波青松1号までないですね。でそこから1時間起きってことなんで、これで豊岡に出た方のがいいのかな。そうですね、豊岡まで行けるんやったらもうこれで行っちまったらいいのかな。普通列車なんですね、青松1号とはなってるけど、特に優等列車として走ってるわけじゃないですね。あー、なるほどな、そういうような運用方法なんですね。まあとりあえず乗れるんだよね、大丈夫だよね。まあでも特急の指定席も大丈夫らしいですからね。ということで、まあ1時間くらい時間があるんでね、朝飯食おう。朝飯とかもう8時間起きてるから全然もう夕飯気分なんですけどね。まあ世の中的に朝飯屋さんもそんなに空いてないぐらいですからね。駅西は来たことないからよく分かってない。あの西舞鶴の方はね、東舞鶴はなんか駅前でっかいケース電気があったなーってですけど、そんなチェーン店がわーってある感じでもなかったですもんね。これさすがに舞鶴なんで、さすがに食うところはあると思いますよ、朝方ね。ちなみにあれですね、ただ朝から乗ってね、分かったことはありますね。乗るなら断然あの海側の方を座った方がいいですね。あの皆さんやっぱしそちら側の方の方からまず埋まっていく感じでしたね。まあ全然やっぱ景色が綺麗でしたよ。よいしょ、なるほどな。食堂はまあさすがにこの時間やってないね。まあ7時ですからね、衛星に考えて朝の7時に舞鶴に降る時点で早い方ですからね。そうだよな、朝の7時に舞鶴いるって早いよな。どこにあるかな、どっかあるかな。バスとかは動き出してますね。東舞鶴か。あ、吉野家あるじゃん。手っ取り早く食えそうなここかな。よし。吉野家行きますか。